こんにちは、2月27日土曜日です。大潮真っ最中ということで、もしかしてヒーター当てて起こしてる子たちは結構今朝あたり産卵で忙しかったんじゃないでしょうか。僕の方はあのヒーター一切、入れてないので、産卵はまだまだで、一応ですね、大潮なんで一応仕掛けてチェックはしてるんですけど、まあ、水温がまた一桁台に、朝は一桁台、日中でも10度ぐらい、ね、いい感じの2月の冬の寒さに戻ってくれたんで、まあ、今週、来週にかけてゆっくりとした、金魚飼育ができるんじゃないかなと思います。あと少しですね、あと少し春の訪れを、じっくり楽しみに待ちたいなと思ってます。で、この動画は、もう1週間か2週間前ぐらいですね。オランダ流眼の卵のチェックをした日なんですけど、この日が、そもそもこれオランダ流眼自然産卵するぐらい暖かかった日が続いたんですよ。日中は22、3度ぐらいまで水温が上がって、それから急に今この動画のように次の日にはあの大寒波が来て、ね、水面に氷が張るぐらいの寒さが来たり、でまた暖かくなったりっていうことで、非常に、1週間前ぐらいの九州地方というのは、金魚飼育にとっては大変な、1週間でした。まあ、そんな中自然産卵して卵出しちゃったんで、使いたくもないヒーターをちょっといくつかですね使って、卵の孵化まで、なんとか持っていけたんですけど、まあ、希望としては、まあ、3月末ぐらいまで待っとってくれたら非常に助かるなとは思ったんですけど、まあ、うまい具合に産卵の方も、気づけたので、まあ、結果的に良かったかなと思いますし、まあ、特にやることのないこの時期ですから、まあ、楽しく金魚飼育させてもらってます。まあ、暇な時期に稚魚が生まれてくれたので、結構稚魚に付きっきりで、1日4回か5回ですねブラインシュリンプを、ちょこちょこあげて、で普段だったら掃除もあんまりしないんですけど、ちょこちょこあの稚魚のですね下に溜まったちょっと糞だったり、ブラインシュリンプのカスだったり死骸だったり、横にひっついたブラインシュリンプの卵だったりをですね、ちょこちょここまめに、あの自分は大雑把な飼育なんですけど、最近結構こまめに、ちょこちょこ手間をかけて育ててます。なかなか春の時期にですね、これが一斉に始まっちゃうとなかなかそこまで、気が回らないんですけど、今年一腹目の子供たちは優雅に室内で、僕と一緒に過ごしてます。まあ、あのそんな中ですね、自然産卵をするぐらいの気温の中ですね、で次の日にはこんな感じで氷点下に、なったもんですから、またですね土佐菌がこんな感じで、も最初見た時にまたうわまた死んでるって、あの時の再来なんですけど、朝起きて、各船チェックして見た瞬間にちょっと絶望に、追い込まれたんですけど、この手前のですね、今映ってないですけど、さっきのその人工の、水草映るかな、この子です。この子がもうプカーンって浮いて、エラもほとんど動いてない状態で発見されたんですね。こんな感じです。おい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 という感じでしたけど、でかすかにですね、かすかにまだ息をしてたので、延命の方をさせてもらったんですが、延命というかどうなんですかね、こういう結構寒くなった時、寒い冬のある日朝こういう状況になってた金魚を助けた方がいいのか、それともただただ眠ってるのかの、もう活動を休止してこんな風に死んだように見えるかがよく分かんなくて、ただ、今回そのエラもほとんど動いてない状態で、明らかに弱ってたんですよね。でうんこもずっとなんか出したいけど出せないっていう状況の中で、ほったらかしとくかほったらかさないで延命するかを非常に悩みました。他にはあの自分が育ててる金魚の中でドキッとするような冬眠の仕方してる金魚いるんですね。水泡岩とか、そうなんですけど、結構水面にプカーンと浮いて、なんかちょっと体がくねってなってる感じでぼーっと泳いでるんですけど、その子たちってあれです、屋根を開けると、船の屋根を開けると
ちゃちゃちゃっとさささっと水深まで逃げていくんですけど、もうこの子に関してはこうすくい上げた時にもうこういう状況ですよね。プカーンと死んでるように浮かんでても、なんかちょっと人間が近づくと少し反応して逃げたりビクッてしたりするんですけど、この子に関しては自分がこの発泡スチロールバン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 叩いてもずっとこういうなんかビクッともしないですし、エラの動きも遅いですし、遅いというかもう本当死ぬ直前のなんか頑張ってエラ動かしてるような感じに見えたんですね。で結局これでもうほったらかしとくか、もう冬だから水温下がってるんでこうなってるのか、それとも関係なくもう何日か前まで20度だったのが急にこういう氷点下の寒さになったんで、本当に命が縮まって弱っているのかの判断がつかないんですけど、自分の判断基準としては船をバーンって叩いた時にビクッとか、浸水ですね、水の底に逃げていってくれればそれはもうほったらかしておくんですけど、この子に関してはつついても、船を叩いてもあんまり自分を守ろうとしないというか防衛本能がほとんどないような状況だったので、まあ温暖さ、寒さと暖かさの激しい気温差で弱ってるっていう判断をして、延命することにしました。まああとはこの土佐金ちゃんたちは1週間前ぐらいに昨日動画でアップしたピンポンパールの鱗をですね、ボロボロした子たちなので、つつきまくった子たちなので、おいおいおいとそこまでしておいてお前らぽっくり死ぬなよっていうちょっと思いがあったので、ちょっと簡単に知らせたくなかったんです。まあそんな感じで急遽室内の方に入れまして、まあ、室内に入れたところで室内ももう寒かったので、多分外が水温1度で室内に入れて少しずつ少しずつ水温が上がっていって2度3度ってなっていって、全く変わりしなかったので、次の日に、結構5度ぐらいちょっと賭けだったんですけど、5度ぐらいちょっとぐっと温度を上げてですね、やっと糞の方も出すようになって、とはいえ今回はもう室内でも治療中10度以上は上げないようにしました。10度の温度で、1週間ほど室内で過ごさせて、でちょうど外の水温もだいたい10度ぐらいの時期に、こんな感じで、まあ、一応死ぬことなく生き返ったんですけど、こっちの方に戻しました。まあ、冬眠中なんで、もしかしたらあのような状況になっても一時取り出して加温する必要ないよって言われる方もね、もちろんいると思うんですけど、やっぱりちょっと後悔はしたくなかったので、ちょっとまあ自分の勘を信じてちょっとやってみました。だから今回は死にかけた土佐菌を延命したのかどうか、ただそれとも完全に活動休止してた土佐菌を温度を上げて活動再開させただけの動画か実際わからないんですけど、自分の中では完全に死にかけてたのでちょっと対応させてもらいました。そんな感じで、動画がなくなりましたね。そんな感じでまた明日なんかあげるかもしれません。こんな感じでいい土日をお過ごしください。ありがとうございます。